お疲れちゃんです、ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのね、謎デッキメガナイトディガーなんですけども、インドとかプリンス、そしてロケットですねが入ってる、ちょっとよくわかんないじゃんっていうようなデッキをね使っていこうかなと思います。でこちらなんですけど、今日7デッキ紹介しようかなと思っていろいろ見てたんですけど、グローバルランキングですね、世界のランキングで、あれ読み込んだ、この海外の、プロですね、世界5位、4位、3位、2位とこういる中で、1人、あんま見たことないって言ったら失礼ですけど、誰っていう方が、このデッキでですね、世界一いってますと、いうところで、やばくないですか？これで世界一いけるんですよ。本当にな。見ても分かんないですね。でもマスケとインドがいるので、そしてロケットと柳雨なので、バルーンには、ロケット打ってばいいで、ラバにはインドとかマスケでとかして柳雨打てばいいしっていうので、空には強い。そして複数系のロイホグとか、ホグとか来たら、メガナイトが刺さるし、プリンスとかもね、陸の防衛としては優秀だよっていうので、なんか防衛で考えたらすごい強そう防衛でね考えたらそう。いや相手のデッキもすごいな。ちょっと待ってびっくりデッキ大会今日やべえぞ。相手今回待って、バルーンとホグ来ましたよ。バルーンとホグちょっと待って、やばいな。でディガーがあるので、守ってカウンターでディガーとかで攻めていきたいかなというところですね。メインとしてはディガー削り、だと思うんですけども、メガナイトのジャンプだったり、プリンスの突進とかが入れば、よりね、理想かなと思いますってところで、ここはメガナイト受けしていくんですけど、ちょっと早めに止めたら、バルーンから、殴ってほしかったが、これ一発多分入りますね。なんですけど、相手はこのメガナイトを、インフェルディですね。で、スキアミがあるので、僕のプリンスがね、なかなか通んないと思います。だから、柳雨打てばいいと思うんですけど、まだまだ相手のカードができてないですね。で、これ、むずというか、立ち回りというか、何これちょっと、どう攻めるのが正解なのか非常に難しいですね。ですが、ここ結構チャンスじゃないんでしょうか。相手はスケブで多分守ると思うので、柳雨炸裂させつつ、おー、ヤナアミ避け。で、ヤナアミ打ってヒースピですね。このヒースピによって結構うざい。で、回復して、インドが、あ、相手ファイスピがあるんですけど、なんならファイスピしかない。来たくね？来た。これで、でもインドが来た。待って、ザップとかやめろ。ザップとかやめろよ。入ってました。インドラを刺すデッキでしたね、正解は。分かった方いますかというところなんですけど、インド出して、ホグとバルーン警戒しつつ、すげえな、これ。いやでもこっちに当たんねえか。バルーンに当たればよしって感じですかね。もしかしたら、フリーズとかあるんかな。これ守れそうじゃない？ちょっと待って、これ守ろうとして、なんかロケットとかでやられるのはすごい嫌ですけど、気持ち守れそうなので、結構防衛からね、行きたいなと思います。イモれば相手もこんなホグとかめっちゃ飛ばしにくいですからね、言っちゃえば。で、これ行っちゃおうかな。行っちゃって。おお、ナイス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 。頑張れ、ナイス。いや、これマスケで。うわ、ザップ。一発は受けるが、なんなら？これなんなら相手が苦しいみたいなのがない。スケルトン部隊も割いた。フィースピで。あー、そっち行っちゃった。で、右にスケブか。あ、でも相手間に合わない。最後ロケットで防して、勝ちとね。この謎デッキ対決はね、制していくんですけど。一回使ったところ、多分、あれですね。硬いユニットばっかりなので、このデッキは。メガナイトが、やっぱ止まんなかったり、プリンスが止まんなかったり、インドラが止まらなかったり、というふうな、ディガーとね、守ったカウンターのディガーを組み合わせることによって、何かが刺さるでしょう、というようなデッキです。多分ね。これでグロイチはマジすごいですね。ラバとか引けると、非常に嬉しいですけど、なんか突破できない相手どうすんだろうって思いますけどね。なんか防衛硬い相手とか、結構陸受けが豊富な相手だと、ロケット削りとかもあるんですかね、もしかしたら。で、今回相手アウプリか？あ、でもアイスピータナはちょっと厄介ですね。待って。吹きや、受けれてないの痛えな。
あれちょっと早めに処理して、ギャングサイてるので多分延命できないと思うんですけど。オッケーオッケーオッケー。で、なんなら竹が、え、待って、タワーディガー殴ってる。おお、起きた。インドが、インドが焼き散らせ。え、これ矢波打ったらさ、え、来た来た来た。はい、でコスト前、待って、アウトローかプリンス、あ、吹き矢か。吹き矢ならカウンター来て、まあバレルだと思うので、それを、マスケで竹取りつつヒースピで回復したい。で、来なかったらまあヒースピだけで、オッケーオッケー、押さえて。さあ、コカッちゃんですね。で、なんかな、ちょっと型が違う？コカッちゃん。で、あ、ロケ打たれるかな、まあ、ロケ打たれたら打たれたで、ケツメガナイトから入れればいいと思うんですけど、吹き矢もないので、このインドラがちょっとうざそうに思えます。さあ、これには、アイスピギャングとかか。メガナイト踏む。確実に2体踏んでいきます。で、ここはプリンス受けですね。プリンスつけてえな。まあ、ディガー削りでもいいのかな。なんなら。もう絶対プリンス。あ、待って。ワンチュー裏に行く。あ、プリンス裏には行かない。さすがにね。で、ヤナアメはちょっと取っときたいですね。いや、打ちてえ。打ちてえ。いやー、やってくんねえのは痛えよ。まあ、いや、打つでしょ。さすがにこれ打ちますね。打って、マスケで、あ、これ、ミスった。左側に出せばよかった。ダメージが。勝てますかね、これはもう。まあ、気合の、インドが結構鎖散らかすのと、プリンスも腐ってるんですけど、まあ、メガナイト、あのロケットですね。あー、これやだな。まあまあまあ、これ、端前行く必要ないか。一回ケツから一回、ちょっと待ってな、暇なんだよな。一回、あ、バレてる。さあさあさあ、ここですね。ここで、まあ、プリンス受けをしてくるんですよ。で、ここどうにか突破したいですね、僕としては。なんならちっちゃい。ヤナム打っちゃって。うっ、来た来た。で、え、これだって受けがない。プリンスがないので、ギャングで、ギャングでどうする、ギャングで頑張るが、ロケット防衛するが、プリンスが残って刺さるという未来。なんかわかんねえけど、勝てるな。ちょっと待って、マジで意味わかんなくないですか、これ。よく勝ったでしょ、よく勝ったのかな。まあ、矢のあれがあるので、まあ、言っちゃえばいいんですけど、いや本当によくわかんないですね。でもカウンターでディガーをつなげると、まあ、メガナイト、そしてプリンスだったり、まあ、硬いやつらが残ってくれるっていう謎デッキですね。これでも面白いですね。なんかね、普通もっと主軸が欲しいっていうかね、削れないと思うんですけど、まあロケットがあるので最悪削り切れるっていう、ちょっとね、まあせこい、ちょっとせこい、ちょっとせこいですね。最後にロケットで削り切れる。さあ、遅延スキャラとかなのかな。アイスエイズ来た。プリンス行きがないのとインドラがきついっていう。いや、すげえなこの息。なんか考えれば考えるほどすごいですね。強さがわかんないんですけど強さが1ミリもわかんないんですけど強いと。で、アイスエイズだと最近だと、まあ、ボーラー系のスケラバルーンとかも全然あるかなと思いますね。アイスツイズメガか。僕はそんな歴史知りません。さあ、メガナイト合わせていきつつ、どうしようかな。あ、ボーリー来た。ここ、あれだな。一回控えめのインドから入って、アイスツイズメガかボーラー、スケラかバルーン、ワン、スケラ、おぉ、ちょっと待って待って。イカついで強いな。なんだこれ、アイスツイズメガボーラー。わかんねえ、わかんねえ、わかんねえよ、マジで。これはさすがにディガーつなげていいんじゃない？ディガーつなげて、ヤナアメを構えつつ、ヒースピアちょっと取っとこうか。ババボーラー、アイスイズ？なんかね、ちょっと待って。わかんねえデッキしか来ないですね。まあ、ここメガナイトでいっていいと思いますけどね。ババ裂いて、結構相手も陸が、ボーラーもいないので、ちょっと笑っちゃった。メガナイトボーラーババいますよ。どんだけいんのっていうぐらいいますね。で、これヒールスピでちょっと回復させて、メガが来るかな。これ5コスボーラーなので、多分ここの僕のインドの方が勝ちます。で、マスケも残って、うわ、めっちゃいいザップしてきた。あー、これ竹外れる。ボケ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 。いや、だからなんで俺の方がダメージ来てんな。ロケか。で、うん、まあ、これにババぐらい咲かせますか。いや、どうするかな。メガナイトがでも刺さりそうな気がするんですよね、僕としては。で、これ絶対にババ受けしてくると思います。なので、そのババを回収するメガナイトですね。はいはいはい。流れとしては非常に良くて、で、課題作りつつ、わかんねえわかんねえ、さすがに。
さすがにわかんないですね。まあ、インドで焼いて、さあ、自然と形ができてきます。で、メガナイトでも受けたいし、すべて湧いては頑張って受けたいところですね。雑法師これどうすんだ。あ、メガゴ。いやー、殴っとけばよかったのに。いや、待って、めっちゃいる、めっちゃいる。なんで意味わかんねえ。けどやべ、けどやべ。あ、これロイ警戒ですね。でも、こっちが守ればいいので。よし。歩くね、これ。相手ロケットあったな、でも。これロケをマスケと打たせないようにして。さあ、これは諦めの、さあ、単体プリンス、ぶっ刺すよ。はい、そして、ディガーの、おい、来たー。え、待って、これ強いのかな。本当に、なんか、錯覚起きちゃいますね。おかしくなっちゃいますよね。なんか、こんなデッキ。なんで勝ってんの？どうやって攻めんの？でも、これ、ウィザードとか、そういうのにめっちゃ強そうじゃないですか。なんか、ね、個体しかいないじゃないですか。なので、範囲系の集団とかに超勝てる気がするんだけど、めっちゃおすすめ、皆さん。ちょっと一回使ってみて。マジで、本当に、騙されたと思って、一回だけ使ってみて。多分、本当に騙されるかもしれない、しんないんですけど、それは許して。僕も、びっくりなんで、こんなに勝てると思わないじゃないですか。このデッキでね。さあ、あ、こかっちゃんか。まあ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 。まあまあまあ、耐えます。なんならカウンターでね。なんならカウンターで勝手に、これ、ウッドがあるので、ヒースピちょっと待って、ウッド来たら、まあ、追加してもいいかなぐらいですね。ウッド？これギャング？うっ、好きだと。ああ、バレバレか。バレバレ嫌だな。うわ、いいウッド。いいウッドだな、マジで。で、神のヒルスピで、メガナイト、咲きたいけど咲きたくないな、これ。ワンチャンスケバレと被ればいいな。来た。あ、これはもう踏んでいいな。踏んで、回復して。さあ、ここですね。相手の吹き矢をディガーで飛ばせると、あ、飛ばさなくていいのか。矢の雨でいいんだ、なんだろう。あ、吹き矢飛ばします。で、これで飛ばせたらもう勝ち。ほい、来た。ん？勝ちじゃねこれ。で、こっからのマスケ追加。で、これディガーが竹取ってるんで、永遠にこのメガナイトが。いや、生きるぞ、生きるぞ。絶対な、絶対きつい、絶対きつい。で、スケで緊急とかすんな。うわ、めっちゃいいバレル。お前、そのバレル、うますくね？そのバレルはうまいな。で、ナイトボム。バレルか。まあ、スケがあるので、単体プリンスとかもできないですね。まあ、インドから入って、いや、ケツメガからでもよかったかな。端前メガやっても、回っちゃうか。これ一回矢で守りましょうかね。はいはい、形を組めばマジで全然ありますよ。これさっきと同じですね。今までのゲームと一緒で、形さえ組めば。あ、これやべ、先行させる、ミスった。まあいいや。で、バレル来るか。いや、ちょっと厄介だな。飛ばしてファイボー。お、待って、ファイボー外してる。なんなら、ヒルスピどっかで活躍させたいですね。最後にワンパンですね。これマジでありますよ。相手ファイボなんで、僕のユニットがたまるんですよね。よし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 。で、これ、端前メガナイトありだな。端前メガナイトの矢の雨でぶっ飛ばして、マジである。本当にある。で、ヒルスピでしょ、これ。え、マジであるよ。本当に。見て見て。え、これ、神ヒルスピやね。あ、え、飛べ飛べ飛べ、来た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 、マジでやる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 。ぶっ刺され、ぶっ刺され。来た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 。謎デッキ。謎デッキで勝てるぞ。いや、なもし。いや、このマスケいらねえか。このマスケいらねえ。インドが、インドが、インド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 。気合が足りん。あ、プリンス、プリンスの気合は十分と。来た、ロケット。え、これロケ剣の絶対足りる。マルチだし、多分。さあ、来た。やば、ちょっと待って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 。謎デッキで、ちょっと4連勝しちゃったよ。でも、これ世界一のデッキなんで、真面目に強いですね、これ。やばい。皆さん、ちょっと本当に騙されたと思って、一回ぜひね、使ってみてください。4連勝しましたね。この意味わかんないデッキで。結構やばくないですか？まあ、相手も意味わかんないデッキいるんですけど、まあ、そういうところで、ぜひ、このデッキね、皆さん、使ってみてください。感想書いておいてください。使ったら、勝ちました。10連勝しました。ありがとうございますってコメント。待ってます。というわけで、今日はね、終わりたいと思うんですけど、よければ、チャンネル登録ね、高評価、コメントの方も、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。